地獄から抜け出さんといかんねん。前回死ぬほどの地獄を味わいました。まさか8点も取られるとは。でね、コメント欄でね教えてくれてますね。やっぱりねレートよりケミストリーだと。で、この絵に出てますけど、これルーレットのねお題コメントで書いてくれた方がいたので、それをちょっと反映させました。放出は各ポジションごとに1名ずつがいいっていうご意見もあったんですけど、このルーレットの性質上ですね、非常にね狭いんですよ、文字が書ける部分が。それはちょっと保留で。あとね、丸刈り、丸刈り何、ルーレットポロポロって出て、何丸刈りポンってなった。俺は丸刈り。 5IRH さんが言ってくれてますね。レート最大の選手放出、そしてゴールキーパーの放出、それを今回加えました。そうするとですね、最高レートの放出、かなり厳しいねこれは目になったわけですよ。パック引くマスが1個減っちゃうので、数がね1対1にならないので、10パック開封っていう私のエゴをね加えさせていただいてます。そんなことはいいんですよ、回していこう。回していけばわかるさ、ここに未来は詰まっています。いきます、よいしょ、ドン、頼む、5パック開封。私はド M なので、選手の放出もね非常に楽しみにしてるんですよ。頭いかれてんな。なんでソフトがフリーズしてデータが吹っ飛びました。5パック引けることになったじゃないですか。引いてたんですよ。そしたらですね、キャプチャーソフトがフリーズしました。プレステ4の方でも取っておけばよかったのに、チーム1ってるとこまでしか遡れませんでした。出た選手、カメラの方のデータは残ってるんで、そっちでちょっとね何が出たかっていうのだけさらっとお伝えしますけれども、とりあえずメインチームこんな感じになりました。ケミストリー重視でイングランド人とプレミアリーグを中心にねまとめました。でこの辺のねベインズとか出ました、非常に素晴らしい。あとはこれね、キング、この辺が出て、あとはこれが出ました、シュバイン、シュバインシュタイガーが出たんですよ。もうシュバインシュタイガー出た時超興奮してたのにさ、何ですかそれ。オンラインシーズンいきましょう。もう地獄は見たくない。そしてプレステ4の方でも録画を、来ました、お相手様は AC ミラン。これ見やすい、見えるかなこれで。は？ユニフォームの関係で切られました。マンチェスターユナイテッドですね。アウェーカラーこれでいいっす、緑で。お相手様のチームは強いって。私の上級互換じゃないですかこれ。またほら快速フォワードが並んでます、快速フォワードが。なんとかなんとか引いて守ろう、引いて、快速だから。442のフォーメーションです。トップ下の選手が前線決まるか。ナイスナイスナイス、ボールはまだ生きています。惜しい、バーチャイ、オッケー、ラッキー、パンチングで弾きました、危ねえ、落ちてきます、ラムゼーが絡んでいきます。オッケーオッケー、うわマジでこのシュートは見事に決まりました。そんな入るんかい。スタリッチ、うわマジで、また得点が入りました、キッズ走り込んだ味方にスーパース、ここはシュートチャンス、このシュートを弾いた、いやマジか、惜しい惜しい、危険な位置です、緊張感が増してきます。いやこれシュート打たれるだけでもう決まるからやばい、マジでキーパーいくつだけ能力50。シンプソン、いい形でゴール前まで持ってきました、ナイス、素晴らしい、オッケーオッケーオッケー、なんとかなんとか前半のうちにね追いつきたい。ヒールで渡します、うわクロスを中央に、マジかよ、入りました、いやまだ中盤このパスはダメでした、通りません、走り込む味方、このボール、いやきついきつい、マジか、
危険な位置です。スペースへのボールシュート、いやマジか惜しい。ショートボールを取った、どこへ出すのでしょうか。ナイスナイス、惜しい。に襲いかかります。ゴールに向かっています。チャーリー・オースティン、ここは押し出します。クレバリー、とにかく1点。ここで狙う、危ねえ、危ねえ。シンプソン、危険な位置です。緊張感が増してきます。このボールは決定的、うわー、跳ね返った、うわマジで。いやギリギリでしたね。マジ受けての動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。何ですか、煽りですか。やめてください、弱い者いじめやめてください。クレバリー、今のパスで完全に崩しました。ラインをドゥシャン・タディッチ、取れないんかい。あーナイス、うわキーパーがこれを止めた。止めた、どうなる、マジで。いいよキング早いよ。どうやらサイドをつけそうです。うわ取れた、の寄せが非常に早い。悔しい、悔しい、勝てない。フォーメーションこれでいってみますか。これでなんかサイドあんまいらない感じしますね。ワンツーワンツーでやっぱ対戦相手の方みんなやってるんで、このワンツーワンツーでやっていきましょう。キーパーはこれどうしたもんかな、こっちの方がいいかな。でセカンドチームがこっちの FC2 というですね、非常に怪しい方。まあ、この左側のこのセンターバックからフォワードまでのラインだけケミストリーでつながりましたけれどもあのリーガでねつながりましたけれども、もうダメ、これこんな感じになっちゃった。まあ当たって砕けろですね、当たって砕けろ。オフラインにこもるっていう戦法もあるんですけど、行きましょう。来た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 、浦和レッツ、こわ、日本人の方ですよね多分ね。まあ、どんなチームかです、お相手様が強いって。だからレート79ってプレミアだし、しかも油断したらもうシュート打たれたら決まるからね、うちのキーパーは。シュート打たれるだけでゴール入るから。 OK ナイスキー、ナイス、うわー OK、ナイス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 、オースティン、もう完全得点王です。うちの油断したら打たれたら打たれたら打たれたらもう打たれたらゴール入るから、うちのキーパーは。ナイスボール、クロスいくよ、いいクロスだ。オーケーオーケーオーケー、コーナーキープコーナーキープ、打っちゃ打っちゃ、はいナイスキャッチだねキーパー。ジョレンテ、あもう重い重い重い、カクカクする。トム・クレバリー、いい形でゴール前まで持ってきました。いいクロス、ナイス、うわー惜しい。ジョレンテです。ナチョモンレアリ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで同点ゴールが決まりました。それ待って、これでゲームは振り出しに戻ります。かなり迫力した試合になってきましたね。それ止められないキーパーどういうことよ。両チャス、チャーリー・オースティン、うわー真正面、キーパーの手の中へ。ジェームズ・マッカーシー、これは見事に奪いました。このボール、オッケー、止められても当然バカ、危なっなんだこのキーパーは。技術の変更にも注目です。やばい、固まりまくる。チャーリー・オースティン、危険な位置です。緊張感が増してきます。クレバリー、ここはキーパーが指示。いや惜しい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 。コーナーのナチョモンレアリ、ここは2人で回します。ジョレンテ、カソルダへ、
ルーズボールになった。オッケー。裏にいい形でゴール前まで持ってきました。チャンスです。カソルダ、うわー、ゴール、素晴らしいゴールを奪いました。さあどう組み立てるか。あ、タダマル、もう時間ないよ。カソルダ、カイル・ノートン、うわぁ開幕、つらっ、終了です。つらすぎる。根本的に私に才能がない、このワンオンの本当に今日も京都で6失点ですから、もうバカかよ。プレミアリーグ所属のキーパー、これがね至急必要です。私にはもうプレミアリーグとは言わない、プレミアリーグとは言いません。70ぐらいのキーパー、私のところへ来てくださいまあ、あとはねデータが飛んでしまったので、そこ本当に申し訳ございませんでした。まず根本的にね才能がない